子完成。よかった、ちゃんとできた。はしゃいでるな。新作のパイでも完成したのか。違いますよ、これです、これ。ん、それはまさか賢者の石か。はい、本には作るのが難しいって書いてあったんですけど、なんとかできました。難しいって、お前自分が何を作ったか分かっているのか。もちろんですよ、これで究極のパイが作れます。究極のパイだと。はい、どの材料を使えばいいかずっと悩んでたんですけど、これならバッチリです。そうかそうか、賢者の石もお前にかかればパイの材料に過ぎないか。あの師匠、どうしたんですか。はい、いや何、私の弟子が予想以上に大物だったのが嬉しくてな。久しぶりに笑わせてもらった。どういうこと。もしかしてこの石、ものすごくすごいものだったり。できた、できましたよ師匠、賢者のパイです。ああ、本当に作ってしまうとはな。錬金術師の最終目標である賢者の石をパイの材料に。賢者の石が錬金術師の最終目標なら、賢者のパイはパイ職人の最終目標ですよ。世界中のパイ職人に怒られても知らんぞ。で、食えるのか、これは。わかりません、とりあえず作ってみただけですし。最終目標をとりあえずで作るな。まったくパイのことになると途端に大物ぶりを発揮するな、お前は。まあ食べられますよきっと、パイなんですから。だが上に乗ってるのは石だぞ。まあそれは。食えるんだな、お前は。食えるんだな、本当に食えるんだな。うん、女は度胸。おお、一気に行くか。石に思いっきり噛みついたらな。泣くな泣くな、刺し歯くらいすぐ作ってやるから。しかしその舌足らずな鳴き声をもう少し聞いていたい気もするな。